はい、そして第2弾やってしまいますよ。車の洗車にちょっと集中しすぎて、気づいたら1時間40分ぐらいやってましたよ。車洗って拭き上げて、で中をエアかけて、で中も拭き上げてやっとったら1時間40分。もうこれめっちゃ乾いちゃっとるわ。めっちゃ拭きやすい。おお、つまりどういうことかっつったら、あの置けば置くほど拭きやすいというね。おいいじゃないですか、いい感じ。まあちょっとここね暗いんでね、うん、暗いんで、でもねいい感じだよ。うん、若干ここ光が入っとるんですけど、ここね光がね、これ白ぼけじゃないですよ。こっち見てくださいよ、俺ギンギラギン、やばいっすね。次元もやっぱり、次元はちょっと明るい感じがしますね。うん、やっぱりみんな言いますもんね、あの次元はちょっと明るい感じがしますって。光沢が出ますね。うん、じゃあ問題です。光沢と艶出しの違いは何でしょう。てっ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 て、チクハクって。正解は僕も分かりません。僕も分かりませんがいいじゃん。何なんだろうね。光沢はまあこう輝かす、うん、じゃあ艶出しはピカーンって光る感じ。じゃあ鏡面はメッキみたいな、うん、じゃあ超鏡面はクリアみたいな。わかりませんっていうのは嘘です。それわからんかったら製品作れないんで。あ、分かってますよ、バリバリ。よいしょ、はあ、そんな初歩的な質問は簡単ですよ、めちゃくちゃ。やっぱりあれですね、あの1時間40分も置けばさすがにやっぱり拭き取りやすいですね、 めちゃくちゃね。うん、拭き取りやすい。おいしょっと。これやっぱりホイールってね、こう光かなんかに当たってないとちょっといいだか悪いだかっていうのがよくわかりませんね、うん、ここなんか真っ暗だもんね。ここ光もなんもないもんね、屋根下だもんね。で僕はこれで拭き上げて、で2回目は磨きません、うん、まあでも明日時間あったら磨くかもしれないんで、明後日はもう絶対磨けんもんね。明後日はちょっと朝も早いしちょっと遠くだしっていう感じで、明後日は磨けれません。やっぱりね、ナット周りの傷もね、やっぱりね、優しく指の腹でこう2、30回、または、ね、傷に応じたら、その応じた回数40回なり50回なり、丁寧にこう磨くと、やっぱり取れてきますね。うん。決して爪でやらないことですわね、コツはね。うん、で優しく優しく女の人を扱うかのように、いやらしくいやらしくいやらしく、よいしょ、拭き取りがちゃんと残らないように。
結構ね、あのいい感じですね。うん、やっぱりこれあの次元っていう感じがしますね。よいしょ。最近そう思えばハイトレイルの質問が来ますね。ハイトレイルやったんですけど失敗しましたって。そんな方は僕の動画を見てください。で、失敗した時の対策は、まあでもあれだけどね、そのなんちゅうのハイトレイルで、まあ失敗したらまあペーパーかけるしかないけど、うん、まあ僕も腐るほどペーパーかけてきたもんで、あれだけど、根本的に失敗しづらい中だったら、ほんと僕はあの缶のピカールが安いもんで、あれでまあ処理してやってますけど、でも失敗しづらい中だったらピカールのエクストラメタルポリッシュ、うん、アマゾンで買うと安いかな。トラックショップで買うと1000円ぐらい高いかな。1000円、1200、300円ぐらい高い。多分ね、アマゾンとか、モノタルは高かったかな、わからんけど。まあ、アマゾンとかで買うのがいいと思いますね。拭き残しは、拭き残しだけちゃんと見とかんって感じでね。マジで。あ、まあまあまあ。悪くはないでしょう。よいしょ。そしてあれ、あ、そうか、こっちだ。こんな後ろの汚いトラックなんかどうでもいい。よし、同じ風装とは思えないな。取れんだけど、これなんでしょう。取れないんだけど。これは何ですかね。これはシミですかね。かな。いいや、そのうち取ろう。よいしょっと。こういう時にムクが欲しいだよね。ムクムクが、ムクは綺麗になりますからね。よいしょ。どうですかこれ。なかなかのもんでしょう。うん、でもここはペーパーかけただけでまだ直せないもんで、あんまり綺麗にはならないんですけどね。でもだんだんやっぱり磨いとれば鏡面にもなっていくしね。さあ、次の大型連休はどこだ。ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークまで頑張らんといかんですね。なんかテレビでやっとったな、休みが週3になるとかね。休み週3になったら給料下がるじゃねえかねえ。給料は下がるわ、売り上げは下がるわねえ。ただでさえも日本良くないのに。
これ見てるのだん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 興味になってるな。やっぱり磨けば磨くほど。でもこういうの見るとやっぱりあれね、さっさと興味にするだったら、ほんとペーパーアートだったらエクストラメタルポリッシュかピカルケアだね。やっぱり おすすめは。今日はね、愛知県は暖かいですよ。晴れてね。ちょっと僕はこの後家帰ってね、ちょっとバイクを出して2、30キロパパーンって走ってこようかなと思っていますね。でもあんまり街乗り好きじゃないんだよね。信号でよっ止まるから。旧車会とかはね、自分のバイクを自慢したいもんで、街乗りばっかり走ってどんなもんじゃーとかいう感じだけど、見とると、うん、でも俺自分のバイクを自慢したいってそういう気持ちないもんね、うん、ただ走るのが好きなだけです。うん、なかなかいい。ちょっとこのシミを取りたいんだけどな。なんだろうな。何これ。ちょっと気になりますね。ムクが欲しい感じですね。わかるかな。これ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 、ちょっと気になるや。これね、何なんだろう。よいしょ。まあ取ろうと思えやね、一瞬で取れるんで、こんなのは、ね、そんな気にすることは ありません。よいしょ。エアタンクとマフラーカバー磨けて、ちょっとね、今日はもうね、やだ。今日はもうね、やだ。やりたくない。お部屋の掃除も したいですからね。よいしょ。やっぱりこう静かだといいね。夜はここ幽霊が出るらしいもんで、ちょっとビビってあれだけど、うん、だけど昼間はとても気持ちがいい。で車も綺麗になったし、あそうだ、嫁さんの車洗わんといかんかったんだ今日ね。今日車洗うのどうするのって言われちゃったから、やるに決まってんだろ、うん、お前なんだ、ほんじゃあの一日汚れてお前風呂入らんのか。車も同じなんだ、車毎日洗わんでしょう。そりゃそうだ。車1週間に1回しか洗わんちゅうの。車も本来だとあの艶出しコーティングかけたいんだけど、やっとる時間がないんですよね、僕ね、うん、もうやることが多すぎて。まあこれで雨も降ったし、火事もないでしょう。山火事もないでしょう。なんか雨が降らなすぎるとなんか木が乾燥して、木と木がこう擦り合ってなんか山って火事になるらしいですね、うん、そうっていうのを僕は人生で昨日初めて知りました。なんで山って火事になるんだろうって。
まあ、疑問があったけど、やっと解決したわ。あ、そういうことだったんだみたいな。うん。やっぱり僕のあの製品を使っとればハイトレールいりませんからね。これでずっと行きますからね。だからハイトレールなんかいちいち買う必要も使う必要もなし、うん、捨ててください、売ってください。特にハイトレール失敗するとね、超絶めんどくさいんでね。僕もハイトレールで相当泣かされたんでね、マジで真っ白くなりすぎてね、磨いても磨いてもその白さが取れんくてね、うん、でもう10時間ぐらいずっと磨いとってようやくマシになって、これでも全然ダメで、もう最後の最後ペーパーかけましたからね、うん、あの時ほんと苦労した。やるたびに失敗しとったね、ハイトレードね。まあ今となっちゃう余裕でやっちゃうけど、そう今となっちゃうね、うん、余裕でやっちゃいますけどね。どうですか次元さんの輝きは。やっぱりナットが綺麗だといいね。ナットが汚いとやっぱりホイールもパッとせんでね。だからこう100均のマスキングでここバーってこうテープつけて、で、ホームセンターに売っとるじゃないですか、塗装用の。あれでピッてやって、バーってかぶして、で、ザーって塗っちゃえばいいんですよ。で、または、筆。で、こう、ここだけマスキングして、こうやって。まあ、筆で塗るのがいいよね。でも、ナット塗っちゃうことになっちゃうね。でも、ナット塗る分にはいいか。ナットっていうか、この、ね、これなんだ。ナットじゃなくて、ハブボルトっていうの、うん、これね、うん、っていうのもいいと思う。ああ、やっぱりあれね、拭きやすいね、うん、拭きやすい、めちゃんこ拭きやすい、これき昨日うちの会社の本社行ってね、で、まあ、みんなとペチャペチャ喋って、まあ僕有給だったけど、ちょっと頼まれたことがあったんで、それをちょっとパッパッパってやって、で帰りましたけど、で今日もあの会社行ったでしょう。本当に自分恥ずかしいぐらい365日ほどほど毎日会社行っとるね。こんなやつおるのかな、ね、どんだけ変態っちゅうやつやね。変態といえば僕の YouTube の中でよく名前が出てくる世界の田中くん、田中さんだ、うん、世界の田中くん、彼も相当ド変態。休みの日にわざわざ会社行って炭金のホイールを磨きまくっとるという。しかもそれも今てっぺんで磨いとるらしいでね、3滴で磨けれるらしいよ。3滴で磨けれるの、ホイール3滴無理でしょ。3滴はさすがに言い過ぎでしょう、ね、え、いつもホイールの YouTube ばっかり撮ったけど、たまには違うの撮ろっかね。例えばお酒飲んどるところとか、ご飯食べてるところとか、または
投資やっとるところとか、まあ投資とか誰も教えるつもりないもんね。僕もう正直な話を言うと、あのラブホテルで働いてる時に投資の勉強をめちゃくちゃしたんですよ。本も本当2、30万円分ぐらい本買って、で株と FX の本をめちゃくちゃ読んでめちゃくちゃ勉強したんですよ、うん、それでもボロボロに負けたでね。どんだけ勉強してどんだけ実践やってもボロボロに負けた、マジで、うん、それをなんて言うかっつったら独学って言うんだけど、投資の独学ってマジで難しい、うん、独学って誰も成功してないけど、まあよくね YouTube とか TikToker とかね投資教えたり生徒募集とかなんだかんだ言っとるけど、投資で本当に儲かってる人間ってまずあの人に教えないし、そんな生徒募集なんかやらないから、うん、そうやらない、まず絶対やらん。俺も誰にも教える気ないもん。なんでかっつったらその教える気がないのか、実際本当に儲かってないから教えられないんだろうっていう思うかもしれないけど、そのなんちゅうの、投資でたとえ勝っても負けたとしてもその人の人生を変えちゃうわけじゃないですか。その人のお金をね増やしたり減らしたり、まあどっちかに流れると思うんですけど、だいたい減る方が一般的ですけど、でも人生変えちゃうじゃないですか。そうすると本当なんていうの、普通にお金だけを稼ぐ目的で働いてる人、生活のためだけに、そうするとやっぱり手取りね、やっぱり20万だって30万だって40万だったりする人たちが多分働くのバカバカしくなると思うんですよ、うん、でも人生を狂わしたくないんですよ。でお金がなくなりゃ食っていけんくなるしね、人の人生をそんな簡単にね操りたくないっていうか変えさせたくないもんで、僕はそういう面で 人には教えたくないと思っていますね。投資だけはだもんね、投資家の 60% はその1億以上持っとるって言われとるんですけど、まあそれは僕がいくら資金持っとるかはその YouTube では言わないんですけど、でもそれは本当そう。ただああいうね TikTok とか YouTube とか、まあコンサルとかまたはねいろんな SMS とかああいうので株式投資 FX、 特に FX だよね、仮想通貨とか、うん、でコンサルしてます、生徒募集格安30万とか20万とかね、絶対入っちゃいかんですよ、うん、僕 FX で本当に食っとる人、飯食っとる人間、本当に何十億も稼いできた人間5、6人ぐらい知り合いおるんですよ。で FX だけ専業でやっとるっちゅう人ってまず少ないですよ、うん、まずその理由1、うん、暇、みんな口揃えて暇、うん、時間がありすぎる。だから何やるかっつったら自分で事業をするのにそのための勉強をする。で大体FX で儲かった人間って不動産をやる、不動産業を、うん、これ本当。でも中には専業もいます、確かに僕の知り合いにもいます。でもほとんどが9割以上が詐欺師なので、投資なんかやらなくても地道に働いて、例えば僕みたいにこのホール磨くのが超もう好きで楽しくてしょうがないと、ピカピカ輝かして走るのが好きって、うん、だからそういうのいいと思いますよ。なので例えば僕がトレーラー降りて、例えば事務所入ったりなんか違うことやったとしても、やっぱりトラック関係の仕事をしたいですね。でやっぱり運転手に乗ってもらうトラックはやっぱりホイールはアルミにして、でハイルーフでフルメッキでちょっと仮装してみたいな感じで乗ってもらいたいですね。で色もかっこよくして、でもう
何磨く人だけを採用して、うん、でみんなで競い合って僕がより良い誰にも負けない磨き剤を作ってでみんなで楽しく やりたいっていうのがまあ、まあ、一つのなんていうのかな夢っていうかそんなことができたらいいなって思ってますね。そうだよ、投資なんかやって月何百何千万稼いだとしても、あの全然月30とか35また40万ぐらいでも全然子供も養っていけるし全然生活もして生きれるもんね。全然そんなんでいいと思いますよ僕は、マジで、うん、じゃあ何千万も何億も何十億も銭持って何がしたいのっていう問題だよね。だいたいそういうこと聞くとエステ行ってこの顔のシミを取ってで何高級なバッグ持ってでいい車乗ってでいいもの食べてアホかっていうの。そんなやつね、何億も何十億ももっと人間でさえもそんなことやってないって。みんな飯何って言ったら吉野家って言っとるよ。俺の東京の投資家の友達も、うん、今日何か食うってさ、ココイチとか吉牛とか、うん、今日外出たくないし、まあ、カップラーメンでいいかなとかさ、ほんとそんなやつばっかだよ、うん、いたってみんな普通。そうただやっぱり本当に金持って逃げてお金を配らない、お金の大事さをめちゃくちゃ知っとるで、うん、だからネットとかでお金配りとかあんなのやってる人って大体みんな詐欺師だれね、マジで有名なやつでも絶対に気をつけた方がいい。そうなんつったってね、僕がこんなこと言うのもおかしいかもしれないですけど、僕も一時期そういうのめちゃくちゃ信じとってこうコンサルとかなんだかんだでこうお金払うじゃないですか。お金払った瞬間連絡が来ないだよ、入金しましたって、うん、連絡がなしでなんだこの何なんちゅうのかな、連絡しようとしても電話しても繋がらないしもう何にも会うとっていうのは僕ね何回もあったもん、うん、めちゃくちゃだまされた。さすがに何百万も取られたことはないけど、本当に80とか70とか払ってますからね。払った瞬間に連絡が取れなくなったとかね、うん、それか言いかかりつけられてね。そうまあ警察にも行ったことなかったんですけど、どうせ行ったっても無理だもんね、もう分かってるもんね、うん、だから散々詐欺にもあったし散々金も取られたもんね。だから僕の視聴者さんとかねと関わってる人間、うん、投資のこととかなんだかんだそのなんかあったらちょっと相談してくださいよ僕に。僕その道めちゃくちゃ知っとるんで、僕もあの人生かけて命かけて投資の勉強してるんで、投資やってるんで、あのもう全ての情報を持ってますから、こいつが詐欺師とかこいつが何やってるかって。でうちら投資家ってこのそういうリストがあるんですよ。この人は本物、この人は偽物、この人は何やってるっていうリストが あるんですよね。うん、そうまあその人のことはああだこうだああだこうだ証拠なしに言うのはあれだけど、まああんまり信用しない方がいいですよ、投資家なんか。僕も騙されてるし、結構な人間に騙されてこうなってますからね。でその中でも一人二人あ本物がおったっていうわけで、そうで実際お会いしてでこうこの相場はこうなるこうなるああなる、これ白ボケじゃないですよ、うん、なんかコメントで、うん、白ボケばかりでくっくさとかいうなんかくだらんコメントが来とったけど、うん、あの俺のことだったらどんだけでも別にコメントしようが侮辱しようがいいと思うぞ、うん、僕も自分のホイールが完璧だとは思ってないし、白ボケも確かにある時あるし傷もあるし、うん、傷ばっかりでクソとかね、
うん、草とかねコメントが来とったけど、まあまあいいじゃない、本当のことだもんね。まあ僕こう見えてもメンタル最強なんで、ちょっとやことだ心折れないんで僕、うん、本当にね自分ね多分ねメンタルはね本当は尋常じゃないぐらい強いもんで、俺何言われても何されても多分くじけんもんで。まあでもあれだよね、何されてもっていう言い方はおかしいけど、本当気性が荒かった時、気が強くて気性が荒かった時はもうあれだったけど、例えば夜真っ暗い中でブッブスって刺されたら抜き返して刺し返してやるって、もう本当そういう風に思ってきたんで、本当に今そんな根性あるかって全くないそんなこと思いもしない。そう、はあ、磨き終えた、綺麗じゃないですか、うん、でもまあ100点じゃないな、まだ100点じゃない、うん、どうかな、うん、60から80点ぐらい、うん、まあでも一旦こんなもんで、もし明日元気だったら磨くしっていう感じで、また YouTube を見てください。よろしくお願いします。